こちらのテラスからは宙に浮いているような気持ちで神戸の街を一望することができます六甲山に新たに誕生したグランピング施設ネイチャーライブ六甲テラス付きのコテージが5棟あり料金は1泊2食付きで4万円からです運営するのは業績不振に陥っていたユニバーサル・スタジオ・ジャパンを再生させた森岡剛氏が代表を務める株式会社刀 現在ネスタリゾート神戸なども手がけています六甲山ではバブル期に建設された企業の保養施設などが次々と閉鎖されていて新たな地域創生の手段としてグランピングに目をつけたといいますテーマパークのような大きな規模を、えー、と持つことが難しい場合でもさまざまな地域にこの規模であればいろいろなことがさまざまな地域でできるんですね この施設で一番の魅力というのが初心者でも巻き割りなどの本格的なアクティビティが体験できますインストラクターの指導のもと体験できる本格的なアウトドア体験さらにファイヤー 神戸牛の肉の塊を豪快に焼いたステーキなど地元の食材を使って料理することもできます本当に消費者が欲しいものは,実は体験なんですね。体験とものを掛、えっと、け算で組み合わせると実はものすごく大きな価値が生まれてそれは人を動かす十分に強い魅力になるんです。